はい、こんにちは。えー、今日も車の中からなんですけれども、ちょっとね、今、雨が降っててですね、結構寒い、10度ぐらいしかないんですよね。結構寒いんですね。えー、なので、車の中から失礼いたします。ということで、えー、今回はですね、えー、株でですね、えー、株の技術を身につけて、自由にお金が引き出せるようになったらですね、えー、あなたはどうしますかということなんですけれども、 え、まあ、夢を聞かせてくださいということなんですが、え、僕はですね、夢がありまして、まあ、株をはそれで株を始めたっていうのもあるんですけれども、その夢というのはですね、ちょっと田舎の方に引っ越して、え、薪ストーブのある家ですね、え、これに、これを作ってですね、ここに住みたいなと思っているんですね。で、やっぱりですね、それにはやっぱ自由な時間とお金が必要なんで、え、それを達成するために、まあ、やっぱり株かなと思って、今 頑張っているんですけどもあの具体的にはですね僕がまあ今の家を建てた時に、えー、と薪ストーブをつけようと思ってたんですよそういう計画をして設計もしてたんですがえっ、ー、とですね、まあ、近所にもあ、まあ、田舎なんですけどご近所もいっぱいあってですね住宅街なんで、まあ、いきなり煙引っ越してきて煙出してですね、えー、なんだあれみたいな感じになっちゃうと嫌だなと思ったのと。 あとですね、サラリーマンをしてると、薪ストーブっていうのはですね、これ絶対無理なんですね。まあ絶対って言えないですね。絶対って言えないんですけど、僕は無理だ、と思ったんですね。というのはやっぱりこう、一日中火をつけといてですね、まあ誰も家にいなくなっちゃうんですね。当時子供もまだ0歳とか1歳とかそんな感じでしたから、それはちょっとまずいなっていうところで、うーんとね、サラリーマンだとちょっとこれ維持はできないな。 と思ったんですねあとまあ薪の問題ですよね薪も結構ね買うと高いんですねめちゃめちゃ高いですあのもうガスストーブをずっとつけといた方が全然安いぐらいですねなのでえー、まあそれも無理だなとまあ、薪もどっかの山から持ってくればいいんですけどあれはね木を切ってきてそれから2年ぐらい乾燥させないと燃やせないんですよねあの乾燥してない薪を燃やすと煙突の中にこう すす、えー、がたまりやすくなって、すすの成分がですね、燃える燃料の成分がビシッとついちゃうみたいですよね。で、煙突の中で火がついて、えー、もうこれはもう消防車じゃないと、消防車呼んで消してもらわないと消えないぐらいの火事になっちゃうみたいなんですね。なので、それはちょっと怖いので、これは無理だと思いまして、今は、まあ、つけられるようにはなってるというか、つ、まあ、けることもできるんですけど、つけてない感じなんですね。<laughs> なので えー、まあ、まず、お金と時間を何とかしようということで、えー、株を今頑張っております。はい。うーん、なかなかですね、その、まあ、田舎の方でっていうのもね、えー、あるんですけど、まあ、家族もそう、そういう方がいいねっていうことで、まあ、田舎に住んでですね、それ、何するかっていうとですね、まあ、あのー、最終的にはもう自給自足できるぐらいな感じにね、したいなと思ってるんですよね。まあ、畑も自分で持ってるし、まあ、農地を買うって、 なかなか難しいとは思うんですけど、まあ、買わないにしても、まあ、ご近所のね、農地、ちょっと、借りたりって、まあ、借りれることもわかんないですけどね。まあ、まあ、とにかく、こう、あの、自給自足ができるような感じですね。で、あの、うちの方の、ちょっと山の方に行くとですね、まあ、イノシシとか鹿とか、いますんで、いますっていうか、まあ、そん、まあね、いるんで、あの、猟友会の人が、ちょっと時々、こう、取るんですよね、駆除で。 で、それをですね、あの、まあ、市場には出せないみたいなんですよ。保健所の関係があって、売ったりすることはダメみたいなんですけど、まあ、だから取っちゃうと、その仲間でみんな食べちゃうみたいな感じなんですけどね。で、そういうのもあったりするんで、すごくそういうのもいいなと思ってですね、え、でも時間とお金が自由なわけですから、その時は。だから、 やっぱり車があれば、まあ、インターなんかも、高速のインターなんかも近くにありますから、まあ、そこ限定じゃないんですけどね、どこでもいいんですけど、えーまあ、車があれば都内にもまあ行けますしね、まあんまり行くこともないかなと思うんですけど、うんまあ、そういうちょっとね、暮らしをしたいなと思いまして、まあ、サラリーマンをずっとやってるとですね、まあ、これ、65ぐらいまで働くとしてですね、その後どうなのかっていう、現実をね、夢じゃなくて、現実を見ると、 まあ何にもない中で会社も辞めると。<laughs> そんな感じになっちゃうっていうのがね、ちょっとね、考えちゃったんですよね、その頃ね。なんか <laughs>、考えちゃって。それでまあ、あの株ですね、えー。株のその友人とお話を聞くことができてですね、そういう株をやるということになったわけなんですね。うん、で僕の夢っていうのはそういうちょっと生活を変えてですね、えー、お金を作ったところで生活を変えて、 自由に生きていくっていう家族とですね。あの、そういう夢があります。はい。皆さんはどうでしょうかあの、何かこう夢があってですね、物事に取り組むと、結構こうやっぱ励みになったりしますんでね。あの、ぜひやられてみたらいかがでしょうかということでですね。えー、今回は株で、えー、株の技術がですね、身について、えー、身について後ですね、どんな夢が、を叶えるかということでですね、えー、お話ししてみました。 いかがでしょうかそれではさよならゴッドファザー